この動画は眠れない人向けの動画です。目をつぶって布団に入ってゆったりとした気持ちで聞きましょう。イヤホン、ヘッドホン、推奨の動画になっていますが、睡眠時にイヤホン、ヘッドホンがあると眠りに支障が出るという方はスピーカーで聞いていただいても問題ありません。では早速布団の中に入ってみてください。お布団が気持ちいいですね。体が布団に沈んでいく感覚を感じてください。ではまずリラックスをするフェーズに入ります。顔の筋肉のリラックスに入ります。目、顎、耳の順番でゆっくりリラックスしてください。目、顎、耳。そのまま首もリラックスしてください。力を抜いて。次に肩です。肩もリラックスして、上がりすぎた肩を一度下げてください。次に手です。肩から肘まで、肘から手首、手首から指先と徐々に筋肉をリラックスさせます。この時に心臓から出た血液が指先まで届くことを意識してみてください。心臓はポンプの役割をしています。心臓からポンプされた血液が肩、肘、手首、指先まで循環していきます。少し指先がピリピリ感じるくらいがいいでしょう。
指先の先まで神経を集中してみてください。少し指先が暖かくなっているのを感じることができますか？それを感じることができればかなり睡眠へと近づいています。次に足です。腰から膝、膝から足首、足首から指先まで筋肉をリラックスさせます。腕と同様に心臓からポンプされた血液がゆっくり足の方まで行きます。足が人間の心臓から一番遠いところになります。腕よりイメージがしにくい場合がありますが、ゆっくり想像してみてください。こちらも想像することができればじんわりポカポカ指先が暖かくなってくるはずです。最後に大きく呼吸をします。胸に集中をしすぎると変に肩や首に力が入ることがあります。肩や首に力を入れないようゆっくり呼吸をします。この時鼻から入っていった空気が肺に入って、肺がそのまま膨れる、大きくなることを想像しましょう。肺は横にだけ広がるのではなく、風船のように縦横斜め自在に膨らみます。これでこの動画はおしまいです。今この声があなたの脳に届いていないことを祈っています。それではおやすみなさい。